国土交通省吉岡です。今回は今年から配布が開始された災害対策者インフラカードを紹介していきたいと思います。そんなカード聞いたことないという方がほとんどかもしれませんが、実はこのカード国内初のすごい技術が使われているんです。実際のカードはこちらです。一見ただのカードに見えるかもしれませんが、見た目はただただ災害対策車両を紹介しているカードです。何が今までのカードと違うかと言いますと、秘密はカードの裏側にあります。カードの裏側の二次元バーコードを読み込むと、実際の車両の中に入ることができます。この中ではスワイプ操作やアイコンタップなどにより機内を自由に見て回れる仕組みになっています。またテイクオフボタンを押すと離陸時の特別映像なども見られ、まさにパイロット気分を楽しめます。今までにないバーチャルリアリティを楽しめるカードを皆さんも集めてみませんか？カードは全部で6種類です。カードの配布場所は概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてください。防災イベントのみの限定のカードを配布してますので、九州地方整備局のツイッターのフォローもよろしくお願いします。以上、吉岡でした。